はい、どうも、ケンジでございます。はい、今回はこちら、道の駅ロックガーデン七草にやってきました。こちらですね、あちらございます、日本最古の石博物館のお隣にございます。はい、でこちらおすすめの特産品ということで、鮎の甘露煮や秘書という、お酒が有名ということですので、レポートしていきたいと思います。それではレッツゴーレッツゴー。じゃあ5時までなってるんで行ってきます。地元の特産品のコーナーでございます。はい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 。おすすめの商品、鮎甘露煮でございます。972円。とかニジマスもあるね。うん、いろんな魚ある。ぜひぜひお子様からお年寄りまで天下で骨まで食べられるということで、ぜひ食べてみてください。これ知ってる人おるかな。過去の動画で見てもらえればね。静岡の浜松の龍河市で出てきた汚い自販機の。でもこれ見て、作ってるの製造元が親牛乳なんだよ。あ、そうなの。そうらしい。あ、で一応これおすすめにあった、ここの翡翠ほう、お酒お酒、うん、うん、これは一応ここの道の駅のおすすめに選ばれてた。うん、こういうのいいね、ちっちゃいの。あ、ワンカップ。うん、こちらケイちゃんでございます。もう岐阜といったら、うん、今回は岐阜シリーズが多いから、ね、うん、比較的出てくるね。これね、このスタンプブックは350円で売ってる。前といくらで買ったの。多分これぐらいだと思うけど。全部値段バラバラってやられた。毎回発見したい。ダメだ、売ってきちゃいかん。ダメだ。すごいね、せんべい。だからね、こういう土地のみせんべいだから。そうそう、土地のみ、うん、売ってるもんだね。うん、これはエナキョのサービスエリアに売ってるやつ。あ、これ、うん、これなんかさ、葉っぱみたいなやつで包んであるやつだね。そう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 、うん、結構うまいよ。あとは五平餅も人気だね。五平餅大好き。ラムネ菓子。ラムネ菓子でかいな。でかい、うん、粒がでけえな。俺もっと小さい粒もいいんだけど。個人的なあれだけど。はい、ちょっとこれ見てください。これご存知の方いるかな。調味の素、山このが鰹節をマリ醤油の中でその風味を壊すことなく当社独自の方法で煮出した醤油です。醤油です。鰹だし入りご当地ですね、これは。うん、なんであれ体験ができるっぽいね。体験工房をやっておりません。いろいろ作れたやつだったね。ああいうやつですね。おー、こいつね。うん、何回だった。農業研修室。おー、すごいね。すごい。うん、建物自体すごい綺麗だよ、ね、うん、基本はまあその飛騨のお菓子が多いかな。一応まあこれが店内の様子でございます。はい、こちらはフードコーナーでございます。はい、じゃあこちら押していきたいと思います。ロックガーデン七草。はい、ちょうどいい長さですね。しっかり押さんとね。これはしっかり押す。しっかりやっても薄い。薄いね。うん、よいいんじゃない。いい感じで。あとはちっちゃいの。え、そうなの。どこがいい。あ、ここでいいとか。こっちするよ。いやこれそうでいいよ。ちょっとやっぱり背景後ろが白とかいいから、その辺ちょ。あ、なんか今ミスった気がする。あ、二重になった。二重道の駅。ミスった。これちゃんと教えてくれよ、18名です。今見たよ。じゃあ20ページよ。なるほど。
あ、2016年で2016年20ページです。はい、はい、外にあるからね、スタンプコーナーは。はい、いいね。はい、じゃあ、セーフしました。いや、すごい、もう山がめっちゃ綺麗。もう本当にもうすごい、ここならではですよ。もう山に囲まれた道の駅ですね、こちら。ざーっとすごい、綺麗。はい、ということで店内の様子見てきました。こちらですね、フードコーナーの、メニューもたくさん種類ございまして、またあの建物自体、木の建物ということで、店内木のいい香りがしてとてもいい道の駅でございました。よろしければ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。 See you!